はい、どうもね、ハチミツボーイです。このチャンネルではね、基本的に爬虫類、猛禽類の飼育方法と餌やりをね、メインにやっていこうと思っているんで、もしよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ってことでね、今日やっていくのが、まあレオパのね、まあ飼い方、飼育方法の、まあ、上級編。まあ上級編って言っても、まあ主にね、拒食した時の対処法なんかをね、ちょっとやっていこうと思います。まあちょっと最初にね、軽く話すんですけど、まあ爬虫類で初心者向けの爬虫類って言いますかっていう質問をね、よくもらうんですけど、正直言って初心者向けの爬虫類いません。そうですね。まあ、まあいないっていうか、まあね、後ろにいる太顎にしろ、まあレオパにしろまあ初心者向けというより拒食が少ない。そうですね。いや、もう基本的にもう初心者向けの爬虫類ですよっていうのは、拒食が少ないと、まああとね、まあ温度管理とか、まあ情報量が多い爬虫類、まあネットとかで検索して出てくるね、こうその検索件数が多い爬虫類の方が飼いやすいっていう部類に入るんじゃないかなっていうふうに思います。なんでまあ結構ね、結構飼育初心者向けでレオパ買ったんですが、ご飯食べてくれないんですよとかいうね、質問をよくいただくんですけど、レオパは拒食すると本当に難しいです。立ち直すのがやっぱり初心者向けっていうことでね、こう爬虫類飼育のまあ初心者の方、まあレオパ初めて爬虫類飼いましたっていう方なんかが多分多いと思うんですけど、そうなってくると多分やっぱ拒食とかのね、対応がちょっと難しくなってくると思うんで、まあ今回の動画をね、ちょっと参考にしていただけたら拒食も立ち直るんじゃないかなと思います。それではまあちょっと行ってみましょう。ということでね、まあ早速ね、まあ、場所変わってないんですけど、まあ、ここに今いるのが、ハイイエローのパインです。この子がうちに来た時、今この子は結構ね、重さあるちょっと大きめの子になるんですけど、この子が自分家に来た時って、そうですね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、生後1ヶ月半で 5g、6g ぐらいしかない、めっちゃちっちゃい子だったんですよ。まあ、とにかく拒食が多くてご飯を食べてくれないっていう子だったんですけど、まあね、ちょっと今から紹介する、まあ、流動食の作り方っていうのをね、ちょっと出していくんですけど、まあ、それをね、ずっと食べさせながら、まあ少しずつコオロギにね、切り替えていくっていうことをしていって、今この大きさになっています。結構ねブリブリなんですけど、そうですね。なんでちょっと早速ね、作り方の方ちょっとやっていこうかなと思います。ではどうぞ。はい、ということでね、今並んでいるのが、まあ、ビタミン D3 が入ったカルシウム剤と、まあ、黒子の L が2匹とスプーン、お皿ですね。でまず黒子の L をお皿の中に入れて、で大体、まあ、スプーンの大きさがね、まあ、1円玉と比較してあんぐらいの大きさなんですけど、大体
大さじ2いかんぐらいの量の水をね入れてもらって、でそこからまあコオロギをねまあかき混ぜてもらうっていう形になってきますね。でそれからまあ大体ね水にコオロギのね出汁がにじんできたぐらいのところにこのね D3 とカルシウムが混ざった、まあダスティング剤をね入れていきます。まあこれはねあのよく市販で売られているものなのでどこでも手に入ると思います。である程度混ぜたらこのコオロギの殻ですね、これは取り除きましょう。なんで取り除くかっていうと、あの後でねこう注射器にこの水分まあこのね出汁を入れていくわけなんですけど、まあその時にねどうしても殻があると引っかかってしまうんで、でここでねもう一つ入れていきたいと思うのが、はい、こちらねレオパのねブレンドフードです。まあね多分普通の人は見かけることないと思うんですが、これは業務用なんでね、まあ同じペットショップとかに売られているやつと同じです。でそれをまあお好みでね、まあちょっと今回は一粒しか入れないんですけど、まあ一粒から二粒ぐらいを入れて、そこからねよくかき混ぜて、もう粉状というよりはもう液体に馴染むぐらいかき混ぜてもらえたら注射器にねすんなり入るんで、そっちがいいんじゃないかなと思います。でちなみに今入れてないんですけど、まあ無糖のねヨーグルトなんかも入れるのはすごくいいと思います。まあ自分もねヨーグルト入れていたんで、でちなみに注射器がこんな感じのやつですね。でこれにこのね今作った出汁を入れてレオパに食べさせます。それじゃあ次にね、まあ、今作った流動食をその注射器で、まあ、口の中にねこう流し込んでいくんですけど、その方法っていうのをねちょっと見していこうかなと思います。まあ実際ねこう、注射器を使うわけではないんですけど、そのレオパのね固定の仕方っていうのをねちょっとやっていこうと思います。まあ元気ですね。まずレオパをこの状態で持ってください。でその後に優しく握るようにこのね首の下ここにね指を入れてあげて、この首をね完全にロックしてあげる。まあちょっとね逃げるかもしれないんであれなんですけど、そこはねちょっと動いちゃうとやっぱ注射がねこの目に当たったりして危ないんで、まずはそのレオパをねロックする。この状態ロック、まあ嫌がるかもしれないんですけど、嫌がってくれた方が逆にいいです。なんでかっていうと、嫌がるとレオパが怒るんですよね。そしたらこの口を開けやすくなるんですよ。っていう風になると注射器がね入れやすくなってくるんで、そうですね、このレオパのロックはなるべく覚えてください。顔をねロックする。でこの時に締めすぎてしまうと苦しいんでね。でこの口のここ横、今わかります？今怒ってますね、パインが。レオパってこの口のね横を触ると怒るんですよ。そうすると
口を開けるんで、この開けた時にここにね注射器を入れてください。で一回入れるとそのままこのねちょうどこの口の終わりの部分まで注射器を持っていって、まあこうすらしながらでも持っていってゆっくりこう餌をね流動食を注入してってあげてください。いきなりねこうブシュって入れてしまうと、まあちょっと体の方にもね負担がかかっちゃうんで、そこはね気をつけながらやってあげてくださいね。この子もね実際にその方法でまあ今ねここまで育ってくれたんでね、まあ拒食しているっていう方はぜひ試してみてください。ともう一つっていうのがその温度は、なるべく30度で保つようにしてあげてください。まあねもうこれはもう爬虫類全般に言えることなんですけど、まあ温度をね高めに設定するっていうことでこのお腹の代謝をね良くして、まあ代謝が良くなるっていうことはその分ね体の中に吸収してくれているっていう証拠なんでそこをねしっかりやってあげること。でまあもしこうどうやってねケージ内の温度を上げればいいですかってなった時に、あの今後ろに見えますかね、双子のこの これです。こんな感じでねスタンドとあの真っ赤な保温球っていうのがあるんですよ。あ、赤外線っていうやつがあるんですけど、それとサーモスタットで、サーモスタットをまあこのねリョーパが住んでるゲージにセットしてあげて、あれで保温してあげるとそこそこの温度まで上がるんで、それが一番やりやすいんじゃないかなと思います。という感じでエンディングいってみましょう。はい、ということでね、どうだったでしょうか。まあね、そのレオパにしろ双子にしろ、まあもちろんヘビにしろ、まあ拒食っていうのはねどうしてもなってしまうことがあるので、まあその時にねこう対処法を知っていれば、まあ焦ることもないっていうのがねまず一つ目と、爬虫類はベビーじゃない限りね、まあ拒食しても少しの間は大丈夫なんで、まあレオパでいう、まあレオパのね、まあ尻尾の太さにもよるんですけど、まあだいたい1ヶ月ぐらいはねご飯食べなくても全然大丈夫なんで、まあその尻尾がね細い子に関しては気をつけてください。もう尻尾にね栄養を蓄えてるんで、そこでねその子の体調を見てあげるようにしてあげるのがいいと思います。じゃあ今回はこの辺で、この動画がねよかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた、バイバイ。